大分市は新たな観光資源を生み出そうと、臨海部にある工業地帯の夜景を楽しむクルーズの実証事業を実施します。あさってから始まるのを前に、昨日は報道陣向けの試乗会が行われました。西大分地区から出発して、まずは簡単公園の夜景やホーバークラフトが現れます。こちらが製鉄所のシーバース浮桟橋です。クルーズならでは、ここまで近づいて見ることができます。すごい迫力です。工場が並ぶ大分コンビナートを巡り、およそ1時間のコースとなっています。市は200万円をかけて、来月中旬までに合わせて14回運行する予定です。来年4月からの JR グループなどによる大型観光キャンペーン、デスティネーションキャンペーンでの運行を目指す方針です。